どうも、こんばんちは、キシトです。今回はね、こちらのゲーム。桐生先輩と俺、一人かくれんぼからの脱出というね、フリーホラーゲームをプレイしていきたいと思います。ストーリーとしては、ある夏の夜、桐生先輩から一人かくれんぼなるオカルト儀式に誘われた。ネット発祥で一時期流行っていた、ということくらいしか知らない俺は軽い気持ちでその誘いに乗ってしまう。だけど気がつけば、玄関の扉は開かず、先輩もいなくなり、代わりに不気味な何者かの気配が部屋にある。そいつが何なのかわからないが、あまり長く放置してはいられないようだ。何かが起こってしまう前に正しい手順で、一人かくれんぼを終わらせなければというのが主なストーリーみたいですね。初めからやっていきたいと思います。まあ何かが起こるとは思えないけど、実際にこんなことリアルにやりたいとは全く俺は思わない。呪術。例えばさ、まあ、なんか異界に行く方法、エレベーター押してとかもいろいろあるけどさ、絶対やりたいと思わないけどね。まあ何も起こらないとは思うけど、ただ、万が一だよ。何かが本当に起こった場合、どうすんのってなるじゃん。超怖くない？そしたら。だってさ、可能性としてはゼロじゃないからね。そういうなんか、オカルト系とかホラー系の話はね。まあ、絶対俺も何も起こらないとは思ってるけど、ただ、試してみたいとは全く思わないな。この人は桐生先輩かな。もうすぐ2時だな。そろそろ始めてもいいんじゃないか？そうですね。それじゃあ準備しましょうか。熱帯夜が続くある夏の日。俺は大学の一つ先輩である、桐生一樹と、昔ネットで流行っていた一人かくれんぼをやってみようと思い立った。理由は特にない。強いて言うなら遊びの延長で面白そうだったから。先輩、ぬいぐるみは用意できたんですか？ああ。ちゃんと米と爪を詰めといたぞ。マヤに。マヤって名前つけてる。七種のゴンベイ A と。七種のゴンベイ B と。七種のゴンベイ C と。七種のゴンベイ D だ。なんでこんなに。っていうか、2体目以降名前適当すぎやしませんか。1体だけだと動かないかもしれないだろ。全部動いたらどうするんですか。あと、マヤって先輩の彼女の名前じゃありませんでしたっけ。呪われてしまえ、あんな女。あ、別れたんですね。俺は先輩の部屋に招かれた理由を理解した。要するに、夏休みの真っただ中に彼女と別れて暇だったんだ。なんだよ。何か言いたいことでもあるのか？いえ、なんでも。別れた彼女の穴埋め要因というのは少し納得いかないが、俺も暇なことには変わりない。仕方がないので、先輩の暇つぶしに付き合ってあげるとしよう。多すぎだろ。それじゃあ、雲たち。最初の鬼は、俺らだぞ。と。風呂場に置いた人形たちに宣言すると、俺たちは浴室を出た。テレビをつけて、あとは10数えればいいんだよな。そう言って、砂嵐の画面が出るまでチャンネルを回す。まあ、先輩、部屋の明かりも消さないと。サンキュー。それじゃ、1、2。先輩はゆっくりと数を数え始める。大学生が人形相手にかくれんぼという絵面はなかなかにシュールだ。9、10。よし、戻るぞ。10まで数えると、先輩はウキウキした様子で風呂場へ戻った。風呂場には先ほどと変わらぬ様子で5体のぬいぐるみが鎮座している。それを確認すると、先輩はあらかじめ用意しておいたカッターでぬいぐるみを刺していく。マヤ、見つけた。七種のゴンベイ A、見つけた。七種のゴンベイ B、見つけた。7し行ないのね。ゴンベし、あと D。どんどん適当になってますね。ま、こんなもんだろう。こいつらが動き出す前に隠れるぞ。先輩はそう言って浴室から出て行った。俺もその後に続こうとしたが、浴室をまたごうとした瞬間、背後から視線を感じ立ち止まる。おい、時間がないぞ。まあ、はい。すぐ行きます。俺は振り返らずに浴室を出た。やばいんじゃないの？押し入れはないから、クローゼットにかけれるぞ。はい。狭いですね。そうだな。どっちかベッドの下に行くべきだったな。俺は嫌ですよ。カエルみたいに這いつくばるなんて。なら俺が行くよ。ベッドの下なら、クマたちが出てくるところが見られるしな。本当に出てきたら、ファンタジーの世界ですけどね。どこまで本気かわからない発言に苦笑すると、先輩は、また後でと言って、ベッドの下へ移動していった。先輩がいなくなると、狭かった後のクローゼットが広く感じられる。足を伸ばせば楽なはずなのに、俺は先輩がいた時と同じ格好のまま、闇の隅でじっと息を殺していた。突如、絹を裂いたような悲鳴が聞こえ、俺の肩は跳ね上がった。今の悲鳴はどう考えても女のものだ。先輩じゃない。まさか、一人かくれんぼの影響が出始めたのだろうか。一人かくれんぼをすると、周囲の霊が部屋に集まってくるという。まさか。俺はクローゼットの戸を開けたい衝動に駆られた。先輩はどうした？好奇心からじゃない。未知に対する恐怖からだ。確認して安心したい気持ちと、怖いものは見たくないという気持ちがせめぎ合い、俺は身動きできずにいた。すると、今度は男の声が聞こえてきた。助けてくれ。こっちに来るな。わあ！これも先輩の声じゃない。クローゼットの外はどうなってるんだ？これ直接見えてる先輩めっちゃ怖くね？早く燃やして。こっちだ化け物。みんな綺麗に燃やし尽くしてやる。なんだ、何か違和感を感じる。俺が違和感の正体を探していると、突如、間延びした音楽が流れ出した。さつ、いいとこ、一度はおいで。明らかに変だ。それに、今の声には聞き覚えがある。いい日常の輝きが、そこに、草津。わかった。これは最近よく目にする温泉の CM だ。なんだよ。ただのテレビかよ。さっきの悲鳴はドラマが映画だったのだろう。それが、CM に切り替わったと。正体見たりなんとやら。俺は早とちりした自分が恥ずかしくなって、誰も見ていないというのに、顔を手で覆った。それからどれだけ時間が経っただろうか。一人かくれんぼへの興味が薄れ、暇を持て余し始めた俺は、クローゼットの外に出てみることにした。先輩、いないんですか？私、先輩の気配がしない。トイレだろうか。とりあえず先輩を探してみよう。これクリック形式なんだね。トイレじゃならそうだけど、それなら外でタバコか？あれ？鍵が開かない。そんなバカな。そうだろ。なんで鍵が開かないんだ？ていうか、先輩はどこへ？ぐるっと部屋見渡してみるが、先輩の気配はない。まさか、一人かくれんぼの影響か？いや、そんなオカルトじみたことが本当にあるはずは。とりあえず、前の様子を確認してみよう。先輩のいたずらかもしれない。お、セーブできんのこれ。黄色、ふぅ。おー、文字化けしてる。クローゼット、回収しておこう。あ、先輩。まあ、俺だけど。先輩？今どこにいるんですか？っていうか、大丈夫なんですか？大丈夫って何が？俺はただ、酒を買いにコンビニに来てるだけだけど、なんかそっちであったのか？コンビニ？え、外にいるんですか？部屋にいなきゃ外しかないだろ。でも部屋からは出られないはずじゃ。お前、もしかして寝ぼけてんのか？違いますよ。一人かくれんぼのせいか、部屋がおかしいんです。もう一気に寝ぼけてるじゃないか。俺が戻るまでに目しっかり覚ましとけよ。だから、本当におかしいんですって。知られた。でも、先輩と話してたら気持ちがだいぶ落ち着いたな。暗い部屋に一人でいたから、思考が変な方向に行っちゃっただけで、別にどこもおかしくはな。やっぱりおかしいぞ。なんで電気がつかないんだよ。電気がつかない。ジャケット、俺の趣味じゃない。まあ、先輩のでしょうが。テレビ砂嵐。エアコンのリモコンを手に入れた。そういえば、冷房が入ってるわけでもないのに、寒いな。いや、深く考えないでおこう。待って。おお、人形ある。回収しておこう。おお、先輩。また先輩？人形を回収するために先輩からかかってくる。もしもーし、目は覚めたか？目どころか、こっちは心臓まで冷えてますよ。本当にどういうわけか、部屋から出られないんです。まだ言ってやる。さては、俺が一人でコンビニ行ったことに腹を立ててへそを曲げてるな。違いますよ。もう、どうしたら信じてくれるんですか？いや、この際信じなくてもいいので、早く帰ってきてください。そうしたら俺も、外に出会えるかもしれないし、出られなかったら、先輩も信じざるを得ないでしょうから。まあ、それなんだが。いつものやつが売り切れだったから、駅前のコンビニまで行ってから帰るわ。この緊急事態に何悠長なことを言ってるんですか？ダメですよ。とにかく、早く帰ってきてください。どこに早く帰ってきてとか言われても気色悪いだけだぞ。まあもう、ああ言えばこういう、本当に、どうしたらこの緊急事態が伝わるんだ。ま、そういうわけだから、もう少し待ってろや。ちょっと。やれた。少し気分は落ち着いたけど、状況はどこも変わってないし、自力で何とかしないと。エアコンだ。これアイテムはここから使うの？リモコンが機能していない。機能してないか。血がつくんだけどな。ベッドはなんもない。何かいる。あれが何なのかあまり考えたくない。やばいでしょ。クマちゃん、いる？リモコン？クマちゃんいります？でもあるよ。通知？誰からだ？私、メリーさん、今、駅の前は歩いてるの。メリーさん、来たー今のは一体。なんでメリーさん？勝った。おー！あ！ベッドの下のやつがぬいぐるみを持って行ってしまった。びっくりした。電池だ。電池、はい。組み合わせとかないのこれ。電池切れか？組み合わせ？まだ使えるだろうか。関係ないか。君、お、ここにもある。ノーパソ。フリックはできるけど、別に、あれだね、なんもないね。雑誌。なんもないね。コンロとか調べられない。冷蔵庫もなんもない。赤い玉が余ってる引っ張ってみれがツルツル滑って取れそうにない。なんだこの番号は。何がはめ込む玉、おいや。メリーか？私、メリーさん、今、横断歩道を渡っているの。横断歩道？まさか、先輩の家の近くじゃないよな。いたたら電話かもしれないし、そうであってほしい。やばいやばい、メリーさん来てるよ。傘がある。持ってこう。傘ゲッチュだ。武器。トイレ。お。4って書いてある。数字の 4？ なんだこんなところに。わお。血がついてるけど。火じゃないよ。先輩Gですか？4だね。ジーンズが入っている。持っていく。ジーンズ。選択したジーンズ。おう！また非通知。私、メリーさん、今、コンビニの前を歩いているの。ダメだ。どんどん近づいてくる。これは一人かくれんぼの影響なんだろうか。どうしたら、早くぬいぐるみを見つけて終わらせなければ。わけなのか。早くかっている。怖いね。中は空っぽだ。これは、水を吸って重たくなったジーンズだ。そうよ。これが使えないんだよな。組み合わせとか、そういうのはないのか、これ。ベッドはある。あ、いろんなアイテムも、どういメリーさんだろう。そろそろ後ろにいると言われそうだ。取らずにやり過ごすことはできないだろうか。一個に切る機会がない。いっそ電源を切って。私、メリーさん、今階段の前にいるの。出るしかないんだよ。何もしてないのにスマホが通話に切り替わってしまった。彼女から逃げる術はこの人かくれんぼを終わらせるほかなさそうだ。なんか、どうでしょう。君に何か欲しいものは、いろいろいっぱい相手を持っていくけど、特にできることがないっていう。遊び方も見れないしね。4っていう数字は見えたんだけどね。つるつる滑って取れそうにない。なんか引くけど取れない。何かに引くけど取れないのか。これだね。わお！俺の後ろかもしれない。助けてくれ。私、メリーさん、今ドアの前にいるの。開けて。開けると騒ぐってことはもしかして、鍵が開かなければ入ってこられないのか。そうであってほしい。そうじゃないか、次こそ。やばい。俺何もできてないよ。これ何なんだろう。使い道はよくわからない。あった、もう。使い道はよくわからないんだよ。わお！私、メリーさん。来ちゃったよ、メリーさん。うほ！今、あなたの後ろにいるの。今日未明、不審な物音がすると110番通報があり、現場に駆けつけた警察官が男性の遺体を発見しました。遺体は頭部も含む複数の骨が激しく損傷しており、男性が何らかの事件に巻き込まれたとみて捜査を進めています。亡くなったのは市内に住む大学生の、あららららら。あー、終わっちゃったね。まあこれは多分時間内に脱出しないと、強制的にメリーさんに殺されるよっていう、多分そういう感じなんだろうね。アイテムをさ、一向にどこに使うのかがわからなかった。いろんなアイテム拾ったけどね。傘とか。クーラーのやつは電池っぽいけど、なんか、電池入れるみたいなのもなかったしな。なんか操作の仕方が悪かったのか。一人かくれんぼしてて、メリーさんが襲ってくるとは思わなかったな。はい、というわけで、じゃあ今回はね、一旦これで終わりにしたいと思います。じゃあ次回はね、脱出目指して頑張っていきたいと思いますのでね、ぜひともね、チャンネル登録、高評価ね、してくれたら励みになりますので、よろしくお願いいたします。というわけで、次回もよかったらまた見に来てくれると嬉しいです。それでは。